こんにちは。こんにちは。どうもようこそお越しくださいました。ありがとうございます。早速ですが、出動報告させていただきます。ただいまから、福岡市早良女性消防隊の第22回全国女性消防操法大会への出動報告を行います。本日の進行をいたします、消防局城南消防署佐藤でございます。よろしくお願いします。それでは、はじめに、早良消防団、諏訪崎団長から出場報告をお願いします。はい。福岡市早良消防団団長の諏訪崎でございます。市長におかれましたが、忙しい中、時間を取っていただきありがとうございます。実は9月6日に、福岡県女性消防操法大会がありまして、皆さんのおかげをもちまして、優勝を勝ち取ることができました。その結果、来る10月15日には横浜市で行われる全国女性操法大会が開催され、福岡市、また福岡県の代表として大会に出場いたします。今のところ最後の訓練の仕上げの状況ではあります。福岡県の代表として目いっぱい一生懸命頑張ってきますので、よろしくお願いをいたしまして報告といたします。今日はありがとうございます。どうもおめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、出場選手の紹介を早良消防団住副団長からお願いします。早良消防団の副団長の住でございます。選手の紹介をさせていただきます。まず指揮者、久原正美でございます。はい。から一番員、久原直子でございます。はい。から二番員、織戸美奈。はい。から3番員が鬼木千春でございます。はい。で4番員が中島泉でございます。はい。それから補助員として坂本かなでございます。はい。これに隊長を含めた7名で全国大会に出場してまいります。よろしくお願いいたします。これで以上で紹介を終わります。ありがとうございました。続きまして、全国大会出場にあたり、選手を代表して指揮者の久原団員から決意表明を行います。よろしくお願いします。気をつけ。私ども福岡市早良女性消防隊選手一同は、来る10月15日に開催される第22回全国女性消防操法大会において、福岡県消防団員の代表として持てる力を精一杯発揮し、今まで支えてくださった皆様をはじめ県民の皆様に良い結果がご報告できるよう、正々堂々と戦ってまいります。平成27年10月7日、福岡市早良女性消防隊指揮者久原正美。それでは市長より激励の言葉をお願いします。改めまして、皆さん方のこの福岡県の大会優勝おめでとうございます。そして全国大会出場おめでとうございます。これまでの本当に皆さんの日頃からの練習の成果、そしてまた今回の大会に向けての努力が実って、福岡県の中で最も優れた女性消防隊員として優勝を飾っていただいたということは、福岡市の消防にとって、そして市民の皆さんの安全安心にとって非常に大きな喜ばしいことだというふうに思っています。また福岡市の代表が福岡県の代表としても全国で活躍をいただけるということは、福岡市民にとっての誇りです。日頃からそれぞれのお仕事だとか活動の中で大変お忙しい中にもかかわらず、市民の安全安心のために時間を割いて一生懸命練習を重ねてこられている皆さん方のこれまでの努力というものに、153万福岡市民を代表して敬意を表したいと存じます。ぜひ全国大会ではこれまでの練習の成果を遺憾なく発揮をして、そして福岡の女性消防団ここにあり、
ぜひ見せつけてほしいなというふうに思います。またぜひ嬉しい報告を期待をしております。皆さんの日頃からの個人力に対して感謝申し上げます。ありがとうございます。